演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちらお菓子工房幸福というメーカーさんの、色とりどりのお団子を食べたいと思います。いろいろありますね、これ。どれも美味しそうな。で、こちらにそのメニューの一覧が入ってあるんですね。こういうきな粉とかそういうシンプルなのもあるんですけど、なんかチョコとかそういう変わり種のものもありますね。はぁ、いろいろあるな。どれから食べよう。ではまずはシンプルにきな粉団子からいただきます。あ、ちなみにこれ冷凍食品なんですけど、すでに解凍してありますので。うわぁ、慎重になるなこれ。おぉ、見てください、きな粉の色がいいですね。ではいただきます。まずは和菓子の定番からいただきます。香ばしくってまろやかで美味しい。きな粉は外側にきな粉はしっかり香ばしさがあり、ちょっと口の中でほのかな食感も与えてくれましたね。三色団子は三色色とりどりで、どれを食べようか目移りしそうなんですけど、パクッと一口でいっちゃいましたね。そして桜餅、なんか桜餅ってこういう手で掴むのはよく見ますけど、串に刺さってるの珍しいですね。で、それを食べると中のあんこの優しい甘さと桜の葉の塩気がよく効いていて、とっても美味しかったです。今食べた団子はいずれも中にあんこが入っていましたね。あんこ、やっぱりさっぱりとした甘さがいいです。では続きまして、ちょっと個人的に一番気になったこの生チョコをいってみたい。生チョコ団子や、なんか大福とかだと聞いたことあるけど、どんな感じなんだろう。おお、裏側にちょっとチョコが見えてますね。ではいただきます。次は和洋折衷の代わりだね。そしてまた和に戻る。生チョコ団子は中に入っているチョコレートが甘さ控えめで、濃厚なちょっと苦みのあるチョコレートで、お餅の生地とよく合っていましたね。団子の生地でしたね。団子の生地でいいでしょ。和洋折衷の団子と言えるでしょうね。自分の中で和洋折衷はどちらかというと洋風の料理に和風の素材を加えているようなイメージなんですが、これはまたそれとは違った形で美味しかったです。反対にするのもいいものですね。そしてその後に食べたよもぎ草団子、よもぎのほのかな風味が中のあんことよく合っていました。鉄板ですけど美味しいですね。そして同じく鉄板、みたらし団子、甘辛い醤油のタレがこのふんわり柔らかいもっちりとしたお団子の生地とよく合っていて、あんことはまた違った美味しさがありました。さて残るはこちらのあんこ4兄弟、いやそれぞれ3つ子だから12兄弟と言うべきでしょうか。あんこ12兄弟くんたち、いただきます。まずは一番シンプルなやつから。これを一番最初に食べるべきだった。団子というよりおはぎのようにも見えますが、ではいただきます。最後はあん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 団子たち、兄弟皆さん仲良くいただきます。ちそうさまでした。で、最後に食べたあんこ4兄弟ですが、最初に食べたシンプルなあんこはやっぱりそのシンプルな甘さが口の中に優しく広がってきましたね。やっぱりあんこはあれはベースになっているものと思われます。2つ目に食べた栗あんは、栗の風味が口の中に届けていて、あんこだけとはまた違った美味しさがありましたね。モンブランのあのペーストに近いような、そういう感じがしました。その次に食べたずんだあん、ずんだって聞くにはするんですけど、なかなか食べる機会ないんですよね。なんでだろう。ただのあんことはまた違う、ちょっと違った味わいがありましたね。緑っぽいというか、なんかこれだけ言うとちょっと言い方悪いですけど、でも確か決して悪いんではないですよ。青さもあって普通のあんことはまた違いました。そして最後に食べた紫芋は、紫芋なのでちょっと甘さが強いのかな。
普通のさつまいもよりもちょっと甘みがあって美味しくいただくことができました。で、今回こちらの10本の団子をいただいたわけですが、自分の中で一番美味しかったのはこちらの栗あんですね。やっぱりあの栗の風味がしっかり感じられたっていうのが強かったです。良かったです。そして2番目がこの生チョコ、チョコレートっていうのも本当に合いますね、団子に。最後が3番目がこちらの紫芋です。やっぱり味がついてるのに光りやすいのかな、自分こういう風になると。もちろんシンプルなのも美味しいんですけどね。で、こちらにおすすめの食べ方とかも書いて親切に入れてくれていますので、皆さんもぜひ食べてみてはいかがでしょうか。いえ、食べてみてください。それでは、夏空ぞ妻を見る目の行き場なし、なんか広い方向に行っちゃったんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。みんなで甲府堂の団子を食べて幸せになりませんか。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。